シーチャンネル。どうも皆さん、シーチャンネルのシーチャンです。しゃ、しゃ。皆さんどうですか。僕は絶賛お正月感まだ残ってます。どうなんですか。あなた方二人も結構こうなんか里帰りとかしたんですか。そういえばお正月は。もうがっつりしました。あ、そうですよね。なんかあなただってなんか5日間ぐらいパソコンずっと眠らしてたって言ってましたもん。さあ早速今日はねリアクションをねしていくんですけど、去年ハモネプがやってたみたいじゃないですか。そうですね、クリスマスイブの日かな。僕はちょっと都城の方にちょっとお仕事があって、クリスマスイブはちょっとお忙しだったんですけどでもなんかそのハモネプ出てたその優勝グループ、はいはいはい、今日リアクションするのはバリバリさん。おお、すごい。今日はハモネプ優勝した2022年の冬のチャンピオンのバリバリさんをリアクションしていきます。じゃん。 C チャンネル。さあということで、今日リアクションする動画はタイトル、ハモネプ優勝残響参加エメカバードバイバリバリ。それじゃあ見ていこうと思います。イエス、楽しみだな。やろばん。おお、ホストがいました近頃の若い人たちはこんな、みんなあれですか、なんかちょっとチャラい感じの服装してるんですか。これすごいですね。もう一回見ます。いいですね。あ、もう6人組ですか。はい、6人みんな野郎なんですね。野郎バンド。激アツだね。いいね。ただやっぱこうグループにこうやっぱ一人金髪がいるっていうのね。ジャズから始まって。違うよ。ジャズから。違う。なんかこうまだ序盤しか聞いてないけど。うん、こんなになんか最初から分厚くコーラスがいるイメージのグループってあんまないかも。ハモネプで。ああ、確かに。新鮮ですね。なんか新しいですね。ちょっといいね。ボーカルも回すんだね。こういうさ、なんかさ、光も痛みも怒りも全部抱きしめてのとこのさ、こういう歌詞のとことかさ、ああいうとこってなんかこう編集しやすいですよね。光と怒りだけ変えればいいみたいなね編集側のちょっと意見も言っておこうかなとこの人は歌うまいですね。ね、あ、またボーカル変わった。こういうのってボーカル回すじゃないですか、はい、やっぱ誰がサビ歌うかとかどういう決め方でやってるんでしょうね。この昔ジャーンズとかはもうみんながみんな一回ボーカル歌って お前ここいいねっていうのをやってきましたよね。そうですね、僕らはそのオーディション形式ですね。はい、お前下手ダメみたいな。本当にえげつないくらいこれで決めてたから一回歌った後に。その中でも僕は勝ち取ってきましたからね彼らはどう決めてるのかわからんけど。でもこの子がサビ歌ってるってことはきっとこの子を押してんのかな。花もあるしね、うん、このね、なんて言ったらいいかわかんないジャケットベストですね。俺は着こなせれないようなね。これでもみんな多分ザラで合わせたんじゃないですか多分僕ら昔なんてイトーヨーカドーの上とかでスーツジャケット合わせたよ。だってジャンなんて買ったよ。知ってますかイトーヨーカドーってあそこの上の富士服売り場でジャケットとかをみんなで恐れて買うんだから。今いるのかなそんなアカペラは。本当にいないだろうね。はい、レッド。おー、また変わった。これみんなボーカルするんじゃない。ベースとドラム以外、ボイパ以外。おお。
なんかこれは、まあ、さっきも言ったかもしれないけど、頭からグーッといて正直ずっといるじゃん。でなんかこの音域的にもみんな一緒ぐらいな感じ、多分みんなどこも歌えると思う、この人たちは。はいはいはい、だからでもまあその中でどう決めたか知らないけど、でもみんなバランスいいね。声の質がなんか似てんのかな。やっぱアカペラ特有の誰がどこ歌ってるか分かんねえ現象になるわこれ。声が似ててすごい。でもなんかこうバランス取れてますね、ものすごく。みんなこう大学でいたら、あの好きな女の子かぶりそうだねこれ。いいねこのリズムのね。おお、最後最後は残響で終わるっていうね。そのまま言葉で言うっていう。終わりか。ああそういうのいらないな。こういうのいらないね。大事だよ。みんな大体身長も同じぐらいね。ああこれね、ハモリプレイの時の名札ね。はい、バリバリ。なるほど、このチームが優勝したと。これ決勝2回戦目、その何歌ったんだろうね。これね、ロマンスの神様だって。あ、広瀬香美さんのボーイミズガラ TRF だよ。あ、でもボーイミズガラ合ってるわ。広瀬香美さんのボーイミズガラじゃん。あのロマンスの神様で優勝したんだじゃん。あ、でもなんかいいですね、その TikTok で流行ったやつを決勝で歌って、これはもう完全に去年も鬼滅でだいぶ流行った曲ですから。あーすごいですね。でもなんかこう今までに見たことのないこう団体でのなんかこのさ、あのみんなで行くぜっていう感じが。あ、そうだね、なんかハモネプってさ、割とこうボーカルがもうドンボーカルみたいな。あの健直子さんが言ってたじゃないですか、結局ボーカルなんですよって。やっぱ優勝を機にこうやっぱたくさん動画見たいですよね。やっぱいろんなバリバリさんを見たいですよ。あーもう今日は最高ですね、いいですね。やっぱハモネプ優勝者がハモネプ優勝を見るっていうのはやっぱり一ついいですよ。急にめっちゃ感じ悪いです。すげえ嫌な人な。今日見させてもらった動画はハモネプ優勝残響参加エメカバードバイバリバリでした。ぜひとも皆さんこのバリバリさんのねチャンネルにぜひともこれまで見てみてください。そしてまだまだこのねバリバリでハモネプを知ったというそこのあなた、僕は2008年に出ました。これ出ました、これを見てください。これを見て、これが僕です。ちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バリバリ良かったよ。 Gチャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。